視聴ありがとうございます。お月見が近いので、お月見うさぎのスノードームを作ろうと思います。何年か前に一度作ったのですが、今回2代目作ります。準備したのは、隠れ工房グリーンオーシャンさんのスノードームのモールド、レジンドーさんのうさぎのモールド、着色剤は隠れ工房グリーンオーシャンさんのものとダイソーさんのジェルネイルを持ってきました。飾りのフォローはダイソーさんのもの、飾りのお月さんは隠れ工房グリーンオーシャンさんです。あとラインストーン貼ったりしたいなと思っております。では早速作ります。まず土台となるスノードーム、こちらから作っていきます。大きいのとちっちゃいサイズできるものですが、今回大きい方を作ります。なんでこんなとこ破れたんやろ、なんかできちゃったんかな。着色レジンを作ります。色味はカラリーのスターリーカラーからプラネタリウムです。めちゃめちゃ好きな色です。スターリーカラーはこの微細なラメがめっちゃ綺麗なんですけれども、しっかり振らないとラメが沈殿しているので、久しぶりに使うときはさらにフリフリする必要があります。ホロ乗せます。1層目薄く流します。きれいきれい。硬化します。硬化しました。じゃあここは1個空洞ができるような形にセットをして、周り同じ色を流します。硬化します。ちょっと歪んでしまったかも。硬化します。絶対歪んでる。どうしよう、買い抜こうかな。いや、抜かん方がいい。続き流します。硬化します。真ん中を抜いて硬化を繰り返します。土台の部分しっかりと硬化させながら、うさぎ作りたいと思います。うさぎちゃんの耳の部分はオーロラピンク、レジン液に混ぜます。耳の部分入ります。耳どこ？ですかね。じゃあ一旦耳だけ硬化します。
板に白を流します。カラリーのミルクで色を作りました。ドット剣でちまちま流すっていうのはすごい間違ってる気がしますが、ちょっと他の出すのもめんどくさいんでこのままいっちゃいます。じゃあ半分ぐらい流しましたのでこれで硬化します。3技続きです。硬化します。土台が硬化できたのでモールドから外します。バリとか削ってきます。ウサギ硬化しました。外します。ウサギと土台できました。で、後ろにライトを仕込んで土台を光らせるようにしたいなと思ったんですが、ちょっと失敗しました。微妙に高さが足りなかったです。ちょっと高さが低いライト見つかるかもしれないので、ライトの上に乗せるっていうのもできると思うので、ここはこのまま置いといて上の部分作っていきたいです。ギリ入ると思うんだ。ギリギリほんまギリギリ。ウサギ入りましたのでお月さんバッグに入れます。これもギリギリ確か入ったはずなんです、前作った時に。なので上手にこうやって、じゃあ後ろ側もラインストーンを貼っておきたいと思います。乾くのを待ちます。デコボンディ使います。はい、土台にもラインストーン貼りました。デコボンディ使いました。いい感じで立ててると思います。ここにウサギがうまいこと入れば成功。ウサギがちょっと浮いてるんで上げ底兼ねて星を散らします。硬化します。硬化しました。